あ、じゃあ、300年後ぐらいにちょっと、もうなんか生きてそうで怖いんだよな、重森くん、300年。はい、皆さん、こんにちは。機内モテキチャンネルモテキです。今日はですね、素敵なゲスト、重森大河くんをお呼びしております。リベンジ版でね、この前出ていただいて、無事完全オールを達成したということで、今日はズーム越しですが、重森くん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとね、今ちょうどね、ジュケメンタリーってやつをね、一緒に撮ってたんですけど、モテキチャンネルの方でも軽くお伝えしますと、重森くん、はい。12回目の東大受験、はい。なんと無事、落ちました。残念。はい。ああ。そうなんですね。俺は、水木先生、悲しんでるんじゃないの？そうなんですか。それは大変申し訳ないことをしてしまいまして。ちょっと水木さんとその後話したりしました？いや、全くというか、契約書の方ののみですね。ああ、LINE のやり取りしてるだけってこと？はい、そうです。あ、そうか、そうか、そうか。でもさ、水木先生がさ、一番、あれだよね、メインで出してくれたんだよね。はい、そうです。そうだよね。で、あの方は、東大に行くべきだって言ってたんだよね。はい。そうだよね。じゃあ、あれですね、これが配信される前に、あれ、受験報告って結局したんだっけ、皆さんに。LINE の方でさせていあ、ただいそうて。か、そうか。あれ、みんなが入ってる LINE か。はい、そういうグループですね。そうか、そうか、そうか。じゃあ、ご報告はしたんだね。はい、一応。リベンジ版の時の話を少し聞いていきたいんですけど、なんか、その後、周りからの反響とか、今やっているご相談ビジネス絡みの反響とかってありました？とりあえず、はい、受験の、2日前だったので、実際あ、流に受れた験、のがね。はい、そうです。受験生の方から、応援をいただきました、ありがとうございますという、連絡でしたり、入試の2日後に早速お会いできましたし、今まで、やり取りをしていた方からも、もう一回、すごくその理解ができましたとか、もっと勉強したい、自分でも勉強したいなって思われてくださる方もいらっしゃいましたし、で、今週末は、お二人、東京の方でお会いする予定です。おお、すごいね。受験はボロボロですけど、なんとかつながっております。でも良かったですね。じゃあ、リベンジ版に出ていただいた回があったってことでいいのかな？多少どころじゃないです。ようやくその受験の、スタートラインに立たせていただいたので、はい。もう全これはく、嬉しいですね。ありがとう本ござ当います。に、感謝しかございませんので、はい。コメント欄とか見てても、結構今回は、なんかこう共感してくれる声が多かったような気がしたんですよね、前回より。そうです。ちょっと前回の受験生版ですと、公にできない話とかがあって、たのを今回は言えるようになったかなという感じなので、それもあったのかなと思います。なるほどね。なんか、重森君はあの時、いや、言ってることは受験生版の時も今回も変わってないですよって言ってたじゃん。はい、変わってはないです。変わってはないんだろうけど、全然分かりやすかった気がするけどね、やっぱり、比較すると。そうで、2回目だからかね、触れるのが。そうかもしれないですね。はい、そういう側面を言ったというのはあると思います、僕が。はい。なんかコメント欄見てても、まあ、虎も結構、まあ、傾聴の姿勢というか、なはい。んとか重森君のお話を理解しようみたいな姿勢が、まあ、前回の虎の面々よりも強かったんじゃないかみたいな話もあったりして、それはなんか感じました？座ってて。じゃ、半分ぐらいですかね。何半分くらいって。いや、なんか最初の方は、結局、その学歴コンプがどうの方の話になってしまうので、僕としてはもうそこはどうでもいいってずっと思ってるんですけど、ずっとそこを聞かれたので、きつかったかなっていうのがありますね。それは受験生版の時の話？いや、リベンジ版の話です。リベンジ版ってそんな聞かれたっけ？はい、結構聞かれましたけど、最あ、初。そうだっけ？そうか。普通の受験生は、勉強してるのに、どうしてあなたはこんなとこ来て、ヘラヘラしてるんですか？みたいな感じで。まあでもそれはリベンジ版の特性上聞かざるを得ないからね。
それはしょうがないかな。まあ別にはい、これはもう盛り上げるための答弁として、はい。なんか実際重森くん自身でコメント欄とか見ました？見れないです、はい。あ、見れないの？はい、怖くて。なので、そうなんだ。ツイッターの方で知り合った方が教えてくれてるって感じですね、僕に。配信も見てないの、もしかして？配信も僕自分の顔が見れないんですよ、動画で。小学校の時から自分の写真が嫌いすぎて、サムネが見れないですね。それはもともとなんかちょっとコンプレックスがあるって言ってたじゃないですか、自分の見た目に。はい、そうですね。それと関係するってこと？そうですね、もう中学の頃は、3年間毎日顔がキモい死ねと言われすぎて、ちょっと苦手ですね。はい。個人的にはですけど、人の容姿を捕まえてそういうことを言うやつは、そもそも人間としてかなり過当なので、無視しといていいと思います。関わる必要がないので、人生において。そうですね、はい。今となって、はい、そういう言葉が理解できるんですけど、うん、はい。そうだ、そっか、その頃はね、そうは言ってもね。うん。あと、いや、いいよ、いいよ。はい、ごめんね、ごめんね、何？まあ、それ自体を、なんとか、このルッキーズの話でもそうですけど、うんうん、深掘りしていきたいなと思っている感じですね。うん。人ごとになっちゃってあれだけど、逆にそれで自分にが付き合うべきとか、自分が大切にすべき人間とそうじゃない人間を勝手に向こうが反応によってこうセルフ選別してくれるんで、そのぐらいに前向きに捉えた方がいいような気がするけどね。はい、もうなんか、はい、うん。そうです。ちょうどいいですね。うん、とりあえずコメントとかは見てないということなんであれですけど、ちなみにじゃあまあざっくりだけお話すると、すっげえいいコメントが大半でした。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、すごく温かいコメント欄だったなと僕は思うので、5年後でも10年後でも何か気が向いたらですね、はい、見てほっこりしてください。あ、じゃあ300年後ぐらいに。もうなんか生きてそうで怖いんだよな、重森くん、300年。人口の肉体とかですかね。そうだね。親御さんとかなんか、周りの方からの反応みたいなのってあるもんなんですか、こういうのって。いや、家族には言ってないです。あ、もう気づかれてないの、そもそも。気づかれてないです。あ、そうね。でもさ、ほら、どっかでさ、切り抜きとかも回ってるから、目に留まる可能性もあるよね。いやー、どうなんですか。もしかしたら気づいて黙ってる可能性もありますよね。あー。でも俺自分の子供が出てたら絶対言っちゃうな。まあでも分かんないな、それ親御さんによるからな。うん、あとは街中でなんか言われましたね。うん、気づかれました。重森さんですかって？そうです、はい。うん、なんかこうやっぱ、うん、こう標高が目立つ感じらしいです。うんうん。背大きいからなんか街中で歩いてるのもパッと目が行くんだよね、やっぱり。スラッとして。そうなんですよ、それが。うんなんですけどね嫌なの？あ、はい。なんかすげえスタイルいいから俺は羨ましいけどね、重森くんは。うん、なんかあれですか、60万、まあ今回、あ、でもまだあれだもんね、時期的にはそれが入金とかはまだされてないもんね、今やり取りしてるとこだからね。そうです、今、はい、うん、そうだよね。それがこう入ったらとりあえず何に使おうって感じなんですか？ああ、使っていいんですかね。使っていいじゃん、それ使っていいでしょ。あ、まあとりあえず、あ、今週末東京 の, このお二方とかにお会いしに行くときの交通費でしたり生活費がかかるので、うん、あとその参考書とかも買ってみたいですね。ああ、そうね、まあ、参考書とかはぜひ前向きに使ってほしい感じだよね。はい、じゃあとりあえずあれかな、重森くんは、現状は来年の東大受験に向けて勉強をしながら、はい、そのためにいろんな人と一緒に会って自分の考えを伝えていくって感じなんですか？はい、分かり合ってくれる方と仲良くしていこうかなというふうに。その先はどうするの？分かり合える人がさ、例えば結構増えたとするじゃないですか。その同じ思想を持った人たちで何かこう一緒にやったりはしない？ちょっと言われたことがありましたね、それを。そうですね、
今すぐにそれをどうこうちょっとできる問題ではないですね。その考え方で例えば日本を動かしたいとか何か少子化を止めたいとかなんかよくわかんないけど、そういうふうなこう目標があるのかなとか、あとはねずっとお金にならない中でやってても長続きしないだろうから、どうマネタイズしていくんだろうとかはちょっと気になるけどね。ああはい、そうですね、マネタイズが僕が一番苦手な分野なので、うん、でなんですけど、全体としてどうこうとはちょっとなんかもうそういう時代じゃないというか、うん、何か目標を立ててみんなで行動をしていこうっていうのが誤りな気がしておりまして、うん、まあそういうふうな考えをもう僕も参考にしてるので、うん、なんて言いますかね、自分たちの中でやっていくって感じですね。なんかそれをなんか結集して何か大きなムーブメントにしようとか意識はないってことね。はい、ないですね、うん、ただそういうふうなことをする方が出てきてもおかしくはないかなと思ってます。ああ、そういうことね、なるほど、はい、それはもうその方々のに対するそれぞれの反応ですね。僕はそうじゃない、うん、競争的な立ち位置だから。え、よく言われますけどね、うん、いや、その弟子のうちの一人がさ、何かこうすごく発信力のある人でさ、重森大河の考え方をもうちょっとこう体系化して世に広く伝えていくみたいな、はい、そういう人がどっかで出てくる分にはいいよってことでしょ。まあ、まあ、そうですね、はい、あの僕はあんまり関与せずにお願いします、うん、自分の広めたい考え方があるんだったら、その活動を続けるためには、まあ、どっかでそれをマネタイズしなくてもいいと思うけど、ね、生きていくための金は必要だから、それはそのうち真剣に考えないとね。そうなんですね、それが、はい、うん、一番これからもちょくちょく進捗を追いたいので、追いたいというか、僕重森くんに個人的にめちゃくちゃ今興味を持っているので、たまには連絡取らせてください。あ、はい、よろしくお願いします。最後に、これからリベンジ版に志願される方に何かこう一言アドバイスなんぞあればもらえると嬉しいなと思ってるんですけど。そうですね、うん、今の人の趣味って、うん、人の誹謗中傷をして、うん、自分の道徳的優位性を保ちたいっていう人がすごく多いので、うんうんうん、そういう人たちの意見は全く意に介さないようにお願いしたいなと思います。なるほど、本当そうだよね、本当そう、はい、うん、というわけで自分のリベンジ版のコメント欄もそのうち見てくださいね。意に介さなくていいので。はい、はい、いやでも本当そうだよね。なんかね、いちいちなんか書いてあることを真に受けてても辛くなるだけだし。はい、そうですね、うん、うん、別の世界の別のよくわからない言語を使ってる人が何か叫んでいるなぐらいに思ってた方がいいよね、多分ね。ただそれは日常生活普段すれ違ってる人なのも怖いですね、ちょっと。ああ、そうだね、全然関わりがない。そんなことないでしょ、実際は。いやー、どうですかね。なんか、いや、こういろんなちょっとインフルエンサーとか著名人がこう誹謗中傷を受けて開示請求とかしたりするじゃない、はい、開示請求っていうのか、知り合いだったって話聞いたことないけどね、はい、そうですか。むしろそっちがちょっとっていう話を聞くんですけど。あ、そっちの方が多いの。はもう、あ、そうなんだ、はい、じゃあ俺はたまたまそういう例に本に接してないだけなんだ。そうだと思います。その多いと全然 あり得るというか普通の話ですね。あ、はい、そうなんだ、はい、そっか。まあでもなんかここの話具体的に掘っていっちゃうと、なんか最後にいただいた素晴らしいメッセージと逆行してっちゃうね。気にするって言ってるには身近が多いみたいな話になっちゃうから。いや、むしろそれがいいんですよ。僕が、はい、このちょっともやっとした嫌な感じで終わるのが、うん、この世間の風潮だと思いますので、
なるほど。それぐらいだと思います。はい。わかりました。じゃあ相変わらずのよくわからん資源盛り節炸裂ということでこの辺で終えておきましょうか。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。